実は急遽この方たちが駆けつけてくださいました。はいということで <laughs> 皆さんびっくりされてると思います。<laughs> アットブラックジェリーのイヤー あの広瀬アリスさんと下山監督の間にお二人あの入っていただいて、はいえー、今回こういう形で、えー、まさか映画化していただけるなんてこう夢にも思ってなかったんでですねでしかもこんな素敵な監督と素晴らしい役者さんが本当にいろんな人の思いがこ,う、ね、この作品にこう気持ちとか魂がこう,こうやって改めてこもってですねなんかまたたこうやってて僕たちのこう手を離れて あの皆さんの手元に違う形でいくっていうのはこれはまたなんか何ともこうね言えないぐらいあの幸せな気持ちなんですけども今、レコーディングの真っただ中でお時間割いてはいで私もニュースで読んだんですけど喉の方っって大丈夫でらっしゃいますかはいあの今はもうレコーディングやってるんでなんとか大丈夫なんですけど。 はいそういう中こうやって来てくださったのでまた新曲楽しみにしておりますどうもありがとうございましたございましたおめでとうございます,いますいお忙しい中ね駆けつけてくださいましたアストブラックチェリーのやっさんそして菊池プロデューサーありがとうございました <laughs> びっくりしたー <laughs> <laughs> ほんと知らないサプライズですだっ,てもうだって来ないって聞いててはいへーと思って <laughs> え なんでなんでとかって言ってたんですけどあちょっと嬉しいです初めてすさんからこの今回の「エルニのお話が聞けて前、まあ、現場にすさんいらっしゃってくださってただただお互いの好きな漫画の話だけして終わってしまったので <laughs> あの漫画絵ですよあこのキャラクターいいですよねって言って終わっちゃったので。よか しかも7色の花束ですよやだもう <laughs> この作品の撮影前からお話をいただいた時から本当にプレッシャーで音楽アルバムを実写化するっていうことでもちろんファンの方々だったり原作を知っている方からいろんな意見をいただいてでもそれでも自分の中で新しい挑戦として、えー、頑張りたいなと 思っていてい撮影をしてでやっと今日という日を迎えることができました、えー、なんかこの作品で自分が大きくなんか成長したなって自分でも思う時がたくさんあって。 でこの瞬間瞬間を大事にしたいなって思いながら作った作品です本当にスタッフの皆さんだったり関係者の皆さんそしてキャストの皆さん全員でこう身を削って作った作品ですぜひ、えー、たくさんの方に見ていただきたいですし ABC のファンの方にも、えー、見ていただければなと思っております本日は本当にありがとうございましたどうもありがとうございました